今年数え年88歳の米寿を迎えるうるま市平川の福原健信さん。その米寿を祝おうと親族一同によるバレーボール大会が開かれ、およそ30人が参加しました。幼い頃からバレーボールに親しんできた福原さんは、琉球大学でキャプテンとして熊本国体に出場し、当時の強豪チーム日本鋼管を下すなど活躍しました。大学卒業後に体育教員となり、中学や高校でバレーボール部の監督を務め、三郷工業高校の男子チームを3年連続で全国3位に導くなど、指導者として手腕を発揮し、2010年には顕著な功績があったとして日本スポーツ協会から表彰を受けています。バレーボール大会では福原さんを含め親族がネットを挟んで2つのチームに分かれます。米寿を迎える福原さんも鋭いサーブを決めたり、ネット際でレシーブしたりするなど、元気はつらつのプレーを見せ、参加した親族を驚かせていました。あの年齢でできるのは本当に数少ないと思うので、とても尊敬しています、はい、元気に怪我なく長生きしてほしいです。楽しかったですし、日頃教えてくれるおじいちゃんにいいプレーにしてくれたかなと思います。後半戦では審判を買って出て勢いよくホイッスルを吹いた福原さん。親族には国体出場の経験者や県代表に選ばれる現役の選手もいて、レベルの高い白熱した試合で福原さんの長寿を祝っていました。みんな怪我なく終われたのでよかったなと思ってます、はい。まあ、コロナ禍でその前の、お祝いもできなかったので、まあはい、今回やっとできるかなって感じで、はい、よかったなと思ってます。私の人生そのものですね。もう85歳までバレーやってますから、まだバレーボールというのはやっぱり協調性も必要だし、はい、自分勝手のプレーもできないわけです。そういうものを通して人間的に成長してもらいたいなというのが。70年以上にわたってバレーボールに携わってきた福原さんは、コートの上で若い世代の活躍に目を細めながら、米寿の喜びをかみしめている様子でした。